わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は微生物機能の研究に取り組んでいる崇城大学生物生命学部の先生を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学生物生命学部生物生命学科駅野圭介教授の研究室じゃ。一体どんな研究を行っているんじゃ。私たちの研究領域の内容というのは、応用微生物学という学問で、広くは微生物の機能を利用して人々の役に立つようなそういう学問になります。で、微生物を使う理由というのは、種類が多いということがまずあります。簡単に言うと、食品、お酒とか、味噌とか醤油とかヨーグルトとか、日頃我々が口にするような発酵食品に使われているということがまず一つ。それから、もちろん役に立つこと以外にも病気になる感染症に関係するような微生物っていうのもたくさん存在してますし、あとは目に見えないところだと微生物の生産物が薬になる例、例えば抗生物質だったり、免疫の抑制剤っていって、人の臓器移植の時に使われるような薬であったり、コレステロールを下げる薬であったり、そういったところで微生物の生産物が使われています。それは種類が多いためにいろいろな物質を作ることができるということがまず一つあります。増殖が早いのでいろいろな物質を生産する、宿主として利用される場合があります。糖尿病の薬になるインスリンは人のインスリンを微生物で作らせることによってインスリンの価格が安くなって、利用されるようになったと。要は微生物の増殖が早いためにいろんな物質を生産するための、生産工場のような形で利用されるというのが、応用微生物学の、大きなというか簡単な説明になります。何やら難しそうな話じゃが、具体的にはどういうことをやっておるのじゃ。私が研究対象にしている微生物はバチルスチューリンゲンシスという菌になります。この菌は、2000年に、この菌が作るタンパク質が、培養がん細胞に対して損傷活性を持つということが発見されて、なぜそれがそういう活性を持つのか、その作用機構について研究をしています。この菌はもともと殺虫活性を持つタンパク質を作るっていうことで分離された菌なんですけど、それは100年以上前の話になりますが、それからずっと研究がいろんな研究者によってされてきたんですけど、で我々の研究グループによって新しく2000年に培養がん細胞に対して損傷活性を示すということを見つけて、それを研究しています。我々その培養細胞を損傷するタンパク質をパラスポリンと言ってるんですけども、タンパク質の構造の種類によって今6種類世界中で発見されています。その6種類によっては、細胞に作用する強さだったり作用機構っていうのが違うっていうことはなんとなく分かってるんですけど、それから6種類から新しいものがまず見つかっていないっていうことから、新しいパラスポリンを探すっていうことを一つはやっています。それに加えて、まだどういう機構で細胞を殺しているかっていうのが分からないので、なぜそのどういう形で殺しているかっていうのを解析するっていうのを研究としています。今後の目標はどう考えておるのじゃ。どういう機構で細胞を殺しているかっていうのが分からないので、そこを明らかにしたいっていうのが、最大の目標になります。あとは新しいパラスポリンを見つけたいというふうに考えてて、今まだ探索の方を継続してやっているっていうところになっています。微生物取り扱うときに普通に培地っていうのにこう巻いてグロースさせるんですけど、その培地にグロースできる菌っていうのは地球上にいる微生物のうちの 1% って言われてて、残り 99% 培養できないって言われてるんですよ。取り扱うことができる微生物が 1% だけど、そういう薬の原料になったり食品で利用されたり、農薬に使えるようなものだったり、もう培養がん細胞をやっつけるとかも見つかっているので、残り 99% が取り扱えるようになると、もっといろんなもの、人に役に立つものが見つかるんじゃないかっていうふうに考えている感じです。駅野教授率いる崇城大学生物生命学部生物生命学科のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。